ビネンデン銃乱射事件は2009年3月11日にドイツのビネンデンで起きた銃撃事件である。この事件では15人が殺害された。犯人は17歳の少年で自殺している。犯人は2009年3月11日9時30分、ビネンデンにある実業中等学校に徒歩で向かい、学校で銃の乱射を行った。この乱射で9人の生徒と3人の教師が殺害された。犯人は逃走中に近くの精神科病院で職員1人を射殺した。12時4分、犯人はビネンデンで自動車をジャックし、運転手に南へ向かうよう指示し、40km 離れたベンドリンゲンへ向かった。自動車は警察の検問を避けようとして衝突事故を起こした。犯人は自動車から出て、自動車のショールームに入って銃撃し、セールスマンと客の合わせて2人を射殺した。その後、駆けつけた警察隊と銃撃戦となった。警官の銃撃で犯人の足に1発の銃弾が命中した。また、警官2人が負傷している。その後、犯人の遺体が見つかった。警察によれば、自殺とみられている。犯人は17歳の少年で、この学校の元生徒であった。裕福な家庭に育ったが孤独でテレビゲームに熱中していた。犯行に用いられた銃は犯人の父親が所有していた15丁の銃のうちの1丁で自宅に保管されていたものであった。事件のあったバーデンビュルテンベルク州の内務省 W Heribert Rechは事件当日の午前2時45分頃にインターネットのチャットルームで犯行予告とみられるメッセージを投稿していたと述べたが、警察の調査で犯人のコンピュータには書き込みの記録がないこと、またアメリカ合衆国のプロバイダへの照会でも書き込みのデータがなかったことから、警察は犯人が書き込みをしたという事実はないとしている。事件後ヨーロッパでは銃を乱射するという犯行予告のいたずらがインターネット上で相次ぎ、ドイツ、フランス、オランダで犯行予告をしたとして合わせて3人が逮捕された。また、スウェーデンでも1人が取り調べを受けた。ありがとうございます。